皆様、新しいテニスの世界へようこそ。プロテニスリーグ第1回プレイベントの開幕です。男女プロの混合による団体戦、国内トップ選手によるハイレベルなプレーはもちろん、さらなるスピード感、そしてエンターテインメント感、新しいテニスの形を皆さんと一緒に盛り上げてまいりましょう。そして、プラスでは、エカラクラス選手も、
藤沢ゲームがここはちょっと流れを持っていかれないようにということでね、最初も5ポイント連取となりましたからね。まあ、でも立ち上がり、その江原選手が積極性がすごかったので、ちょっとまだ多分添田選手リズムをつかみきれてないところもあるかもしれないです。まあ、でもまだ長いので、ここからそうですね、はい、合わせてくると思います。今セブンツーではありますが、10ポイント選手のね、はい、タイブレークですから。この勢いで取り続けられるか、江原選手のサーブ。
リターンから深いターンになってきましたが、ここもまだ少し合わない部分があるか。そうですね、まだ合わないかもしれないです。ただその流れで一気に行きたい江原選手、8-2。前に出ていく、上れ、ストレート、飛びついているが、いやここは落とせずに行きました。今ポイントを落としましたが、積極的なプレー。ヨーダーエリ、全日本ではシングルスのみならずダブルスでもタイトルを取っている江原博康選手、3兄弟の末子です。深いサーブ、このバックハンド、ダウンザラインがネットを越えない。選手から9-3となりまして、セットポイントです。ここも深いリターンだ、一気にこのポイントで取りました。第1セットはギョーダーエレック江原博康選手が点3で取っています。いや、この流れを持った選手どう思いますか。ミスもほとんどないですし、ほぼ完璧にしたような感じ でここ結構サーブが早いらしいので、はいはい、多分そのタイミングが合わないと結構難しい。そうなんですね、コートだと思うんですよね。で多分今のクエダ選手のミスを見てるとまだコートにアジャストできてない感じがあるので、まあ、でも1セット終わってそうです、ね、はい、だんだん徐々に合ってくると思うので、うん、ここから先の36歳というところね、はい、体が多分ついてるかもしれない。いや、まだまだ行きましょう。ここから第2セット、江原選手のサーブです。深いボールだ、うん、このショットがアウト。ストローク戦でも江原選手がポイントを取っています。まずはなんとか流れを作りたい添田選手。ネットをかすめました、ネットファーストサーブ。ポジションからのリターン、スライスを使ってさあ回り込んでフォアハンドの逆パス、うまく沈めてくる。パッシングショット、わずかにアウト、わずかにラインを割りました。フォアハンドのところから、やべえみたいな顔もしてますが、ワンオール。このボールは捉えきれない、まあ、この、ね、江原選手のスライスに対するジャスト、そうです、ジャスト、ね、ジャストでしたね、ジャストでしたね、ちょっと、まあ、そうですね。前にサーブ近いでスライス、ここから前に行く、いったボール、まあ、これナイスで沈めて、これが、あ、スカリアウト。いやー、確実に沈めてきますね。これで2オール。このリターンもコーナーを狙いましたが、翔太選手の中にはこうわずかなズレがあるでしょうか。今ちょっとスピードを落として回転してみたので、うん、解説が否定されてしまいました。2
すごい好きで応援されると、実力以上のものを感じているので、やっぱりこのプロ
続いての第3試合がミックスダブルスですけど、ミックスダブルスに出場する選手に向けてエールを。